はい、どうもムクさんいらっしゃい、こんにちは。いやー、今月始まりましたね。12月も頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。いや、あのね、ホームページをワードプレスで前に作ってたんだけど、あの無料ソフトなんだよ。おい、リンリン、こんばんは。無料ソフトの、無料ソフトっていうかね、ワードプレス .com っていうサイトが無料で開放してるのがあって、でそれでホームページ作ってたんだけど、あんまりその SEO 対策が良くなかったんですよ。簡単に言うと Google で和道って検索してもなかなか出てこなくて、60番目とかで、でテコ入れできなかったからドメイン買いました。オリジナルサイト作りますんで楽しみにしててください。古代さんはどつ？古代いつもありがとう、いらっしゃい。なんか今その職場でサイトの勉強しててさ、あっちゃんいらっしゃい、たくみさんワード2、楽しんでてください。今月一発目の配信なんで、ガンガン気合い入れて楽しんでいきましょう、みんなで。先月すごい調子良かったよ。はい、こんばんは、ひでさんいらっしゃい。アカウント買いました。アカウントちょっと高かったけどね、いいアカウント手に入れたよ。いいアカウント手に入れた。あ、アカウント名なんだと思う。なんとかなんとか .com とかあるじゃん。yahoo.co.jp みたいなやつをドメインって言うんだけど、どんなドメインだと思う？はい、みさきちゃんいらっしゃい。ホームページ作るんだけど、買いました。ホームページ買いました。ホームページ買ったんじゃなくて、ドメインを買ったの。要はメールアドレスとか、http://の後。あ、wadots.com ね。.com はね、もう人気でね、取れないんですよ。あ、wado ね。ですね。実はね、このドメインにしました。はい。今、発表しますね。ちょっと待ってね。これですね。はい。wado.tv っていうね、ドメインを買いました。wado.tv。いいでしょう。wado.tv、覚えやすくてよくない？どうこれ。これなんか配信者っぽくてすげえいいドメインだなと思って。そうそう、車のナンバーみたいな。なかなかいいでしょ？ wado.tv。覚えやすいじゃん。wado.tv ですよって。wado.tv。まだホームページは設定してないんだけど、これにホームページとかメールアドレスとか。しかも、これ自分のサイトだから、例えば、kodai.wado.tv っていうメールアドレスを作れるの。kodai@wado.tv っていうメールアドレスとか作れるんだよ。みんなに配れんの。よくない？独自ドメインをみんなに配れんの。だから、スタッフのたくみさんとか、たくみ@wado.tv みたいな。そういうこともできるんだよね。あ、間違えちゃった。また貼っちゃった。ちょっと待って。いいでしょう。だし、サイトも wado.tv でいろんなの作れんの。このサイト知ってる？何このサイト知ってるって。あ、wado.tv はロリポップですよ、これ。これはロリポップのサイト。設定してないから今。ロリポップにご登録いただきありがとうございますって出たでしょ。ロリポップのサーバー使おうかなーなんて思ってる。まだ決めてないけど。なかなかいいでしょ。wado.tv はね、ちょっと高かったけど買いだったなーと思って。メロンいらっしゃい。みんなも覚えやすいじゃん。いいよね。いいよね。そう、だから実はね、wado うじゃなくて wado なんだよ、俺。いいの取れたでしょ？これ年間4200円かな。3980円だったけど、年間。だから稼いでいかないと、ダメですよ。これからはどんどん、その、ホームページ、年間多分1万円ぐらいかかるの。維持していくだけで。ドメインが4000円でサーバーもかかるから、レンタルサーバー使わないといけないでしょ。だから結構お金かかるから、まあ、プロとして投資はしないとなと思って。ほら、テレビの取材とかが来るときにさ、どういう人なのかっていうのを初対面の人にプロフィールページとか作っておかないと仕事取れないじゃん。インターネットタレントとして。だから、前からね、
テコ入れしてたんだけど。まあ、いいドメイン取れてよかったですね。短いドメインは結構ね、レアなんですよ。で、.tv っていう、このドメインって出たばっかりのやつだから、安かったの。すぐ手に入ったの。お、ありがとうございます。小田井さん、花火ありがとう。今月一発目の花火です。皆さんパチパチ。桜いらっしゃい。今月一発目スクワットでーす。いやー、12月もみんなよろしく。いいね。幸先いいわ。はい。今月一発目のお給料です。あざーす。盛り上げてこうね、みんなでふわっちを。みんなでふわっち盛り上げよ。うん。はい、お疲れ様でーす。中野ちゃんさん、フォローありがとうございます。中野ちゃんさん、本日2回目の花火ありがとうございます。ういえー。お疲れ様、仕事終わって帰ってきたよ。よいしょ。もうね、アイテムもだいぶ買ったから、延長チケット100枚買っておいた。とりあえず、今月分。後で足りなくならないように。100枚は使うから5000円分もうポイント課金しといたよ。みんなお疲れ、うん、今月はね配信結構毎日毎日、先月ちょっとさ、ほらのんたんと付き合ってからさ、なんかこうプライベートの時間大事にしてたけど、12月はね本当に配信頑張って稼いでいこうと思います、うん、今月の目標は25万目標にして頑張っていこうと思います。皆さん、塵も積もれば山となるので、もし面白いと思ってくれた人はね、アイテムをください。まあ、懐事情によると思うんで、別に全員花火じゃなくても全然大丈夫なんで。無料でもね、風船とか取れるんで、みんなでこう、この配信支えていってもらえるとありがたいです。稼ぐよ。1月のね、給料は確定した。バーガープレゼントありがとう。大富子さんいらっしゃい。どうもどうも。楽しんでって。うん。楽しんでってください。先月は、なんだかんだ言って17万だったね。うん。みんなからもらった金額っていうのは18万8000円ぐらいだったんだけど、こう、ポイントを使ったりするじゃん。延長チケットとかで。だから、なんだかんだで、17万で、決済しようと思ってます。まだ手元にはお金来てないけど。1月かな、来るとしたら。1月か2月か。うん、だから未来を作っていかないとね。どん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 。おい、みさきちゃん、花火ありがとう。今月も頑張るよ。ありがとね。いいね。月頭からみんな応援してくれるね。そうだね。決済の関係で1月にしようと思ってるね。別に選べるんだよ、自分で。ただ、年末調整とかいろいろあるから、うん。1月の給料、要は1月の収入からっていうことで計算入れた。うん。自営業の登録の関係だね、それは。税金の関係。別にね、給料別に普通にもっと早くもらうことも遅くもらうこともできたんだけど、きっちりやっていきたいなと思って。今日ね、外配信しようか、家配信しようか迷ったんだよね、だいぶ。結構迷った。なんかさ、オリジナルサイト作るのはいいんだけどさ、なんかみんなが欲しい機能とか、こういうコンテンツやって欲しいっていうのあったら、今のうちにバンバン言ってもらいたいんだよね。まあ、ブログが見たいとか、なんか、こういう風なサイトの機能が欲しいって、みんながやっぱ見てくれるわけだから、みんながね、使いやすいページにしたいと思ってて、
ぶっちゃけた話、SNS も作れるんですよ。だから、和道クラブっていうサイトを作って、和道のリスナーさんだけに、の会員限定サイトとかも作れるのね。SNS とかも作れて。すごくない？ SNS 作れるんだよ。うん。Facebook みたいなサイト？ Mixi みたいなサイトも作れるの。まあでも、さすがにそれは必要ないなと思ってて、クローズでやるのは意味ないなと思ってるから。うん。だから、どんなサイト設計しようかなと思って考えてる今。何やってこうかね。どんなことやってこうかな。なんか YouTube の動画とブログはやろうかなと思ってて、うん、ブログとあと LINE スタンプの販売も考えてるね今のところ。差し当たってはブログとか今月の予定的なもの？ああ、スケジュールか。はいはいはい。スケジュールね、企画のね。まあ企画の告知はやってくだろうね。はい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 。まあ当面ブログになるかな。うん。あとまあなんか生活保護のその体験記みたいなのはまとめてブログに書こうかなと思ってて。で、アクセス集まって、話題になったら、出版業界持ってこうかな、とか思ってる。本、まあ、できるだろうね。うん。まあ逮捕されてからオレオレ詐欺で逮捕されたネタのオレオレ詐欺の暴露本とかも多分出版社持っていけばね、まあ面白いって言ってくれる人いそうだし、でそっからホームレスになって、まあ浅井さんのネタもあるし、結構いろんなネタあるから作家としてもデビューしたいなとか思ってて、まあ本で売り上げ立てようとは思ってないんだよ正直。ね、あくまでメインの収入はネットにしたいっていうのが俺の考え方だから。まあでも作家の肩書きも一枚持っとくのはありだなとか思ってて。本はどちらにしろやろうかなと思ってたから。いずれやろうと思ってた。あと今月リスワンいつ撮るか企画も練らないとな。うん。企画も。あ、そうそう。あのね、ちょっといろいろあってね、曲を作らないといけなくなったんだよ。誰かさ、フォークギターとかさ、持ってる人いない？貸してくれる人。なんか、ギターがどうしても必要で、今、その10日間ぐらいなんだけど、12月の10日ぐらいまで、ちょっとギター貸してくれる人がいたら、お願いします。旅行の間に少しずつ書き溜めて、旅行記。あ、それは絶対作るね。これからは配信日記みたいな、配信ログみたいなのもつけようと思ってて。その、たくみさんが動画にしてくれてるじゃん。その動画プラス、文章で感想を書こうって思ってる。補足説明っていうか。それでなんかアクセス狙っていこうかなと思ってて。で、ギターをね、買わないといけないんだよ。ちょっと。買わないとっつうか、ギター10日しか使わないか貸してほしいんだけど、iPhone で曲作ってて、今。引っ越しの時に捨てちゃったんだ、ギター。まあ、ギター引っ越しの時に捨てるわな。荷物になるしね、引かないと。部屋に飾っておくと結構かっこいいんだけどね。そう、参っちゃってさ、ギター用意してくださいって言われて。今曲作ったんだよ。昨日作ったばっかりなんだけど。簡単なコード進行作ってて。コード進行だけ作った。
コード進行だけ作りましたね。ここにメロディーと歌詞を載せないといけないんだけど。だから弾き語り？うん。そう。結構無茶ぶりをされてますよ。無茶ぶりを。うん、歌詞考えないとな。だから最近忙しくて、それでね、昨日放送できなかったんだよ。うん、なんか、ちょっと忙しいんだよ、最近、プライベートで。大変なんですよ。はい、ワド2、アミいらっしゃい。いつもありがとう。楽しんでって。12月も頑張るからよろしくね。C, G, A マイナー E。ああ、わかるんだ。C, F, C, G。あ、いや、もっと簡単、もっと簡単。すごいね。宝くじ買ってない。うん。宝くじ買わない。今月も頑張るよ。ハートありがとう。今月は目標金額25万です。頑張ります。がっつり稼ぎます。俺が作ったのは C, G, A マイナー G。C, G, A マイナー G。A マイナー、E マイナー、A マイナー、A マイナー、C、A マイナー、A マイナーみたいな。うん。カノン進行だっけ、それ。あ、ハートプレゼントありがとう。カノン進行って有名なんだよね。カノン進行ね。あの、てんててて。てんてて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 てんててててんてて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 んててててんてて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 んてて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 ってやつをもじった曲っていうのがいっぱいあるんですよ。一つ目がカノン、二つ目が王道、三つ目が小室。あ、小室進行ね。小室。おい、のんたんいらっしゃい。楽しんでて。うん、よし！うわ。彼女さん出して。え、今日いない家に、うん。今日いないよ。妻にはいらっしゃい。はい、ワド2、ハッチいらっしゃい。楽しんでいってください。はい、こんばんは。あやたんいらっしゃい。楽しんでいってください。彼女はね、一緒に住んでるわけじゃないから。うん。まあ、普段よく遊びに来てるけど。のんたんさっき妻にゃんとこいた。あ、そうなんだ。うん。喧嘩してなかったっけ？今日実家だよね。うん、仲直りしたの。はい、ステアカいらっしゃい、ワド2。何、仲直りしたの？わかんないけど。仲直りっていうか喧嘩してたかどうかわかんないけど、うん。親友になれそう。え？どういうこと？どういう流れ？くっそ切れてなかったっけ、つまりは。親友になれそうなの？また撃つの？うん、何それ、うん、よくわかんねえわ。俺の彼女なんかね、大手配信者と繋がりまくってるからね、俺より人脈多いんだよ。香川さんとか、なんか、誰々とか、大手配信者ばっかりなんか知り合いにいるから、お前の人脈どうなってんのつって。生主じゃないだろつって。なんでお前こんなに人いんのみたいな、うん。すごいよね。さすがだよね。だって、ほら、元2チャンネラーで、インターネット黎明期からずーっとリスナーだから、もうリスナー歴7年、もうネット2チャンネルから含めるともう10年ぐらいやってるから、古い、なんかニコ生の文化とかすごい詳しいんだよ。だから、大手の人を昔から知ってるみたいな。うん、オフ会とかにもよく顔出してるから、うん、生主やったら売れるんじゃねえの？多分。なんかそんな気がする。どうなんだろう。ね、いや、昨日言ってたよ。なんか私も配信者始めようかな、みたいな。うん。でもめんどくさいとか言ってた。
耐震補強いらっしゃい、うん、なんかめんどくさいみたいだね、うん、でもキャラクターがいいから俺の彼女、うん、絶対売れると思ってる俺は。大手になれるんじゃないの。ただなんか配信でリスナーとして見てるのが楽しいらしいから、なんかそれは楽しくなくなるだろうね多分ね。なんか現実が見えて引いちゃうだろうね、うん、スバニアに粘着する。あ、それ面白いんじゃない、うん、まあ全然彼女が配信やるんだったら俺はとことん応援しようかなと思ってるけど、ノンタ人気出そうだよ、声かわいいし。ただ今始めるんだったらニコ生はおすすめしないかな。もう本当にオワコンだから、あのニコ生じゃなくてフワッチかキャスがいいと思うけど、キャスももう新規参入難しいから、多分フワッチで今始めたらまだ全然いけると思うけど、うん、フワッチやればいいのに。ただまあ彼氏とサイト被ってるのが嫌だとかそういうのあるんだろうけど、そこはもう気にしないでやっていくしかないと思うから、うん、ただ俺が彼女が配信するっていうのは全然問題ないんだけど、ただ一個嫌だなと思うのは、絶対ポンプ入れるバカがいるから、うん、そう、そこが嫌だよね。ノンタン不安にさせようとか、ノンタンいじめるやつとか出てくるから、うん、それがすごい、まあ精神衛生上やらない方がいいんじゃないかと思ってる、うん、そう、やっぱ生主やってたら叩かれるっていうのさ、リスナーでさ、旗から見てるから、叩かれててかわいそうと本人が実際叩かれてる感覚って全く違くて、よく俺が説明するのが、学校とか会社に行って同僚とかにいきなりおはようございますって挨拶してから30分間で100人に、おい死ね、ハゲ、おいクズ、ゴミが、おいニートが使えねえなって30分間ずっと100人に言われ続けたら鬱になるでしょって。その感覚に近いんだよって言われて、そんなん自殺するわってみんな言うもん。うん。だからそのね、その旗から見てる感覚とは違うんだよね、やっぱ。なんでこんなコメントに聞くのっていうのがわかんないじゃん、リスナー側だと。でも配信者って必ず減らるじゃん。だから俺はニコ生は絶対おすすめしない。わかりやすいでしょ。うん。配信はね、やってみないとわかんないんだよ。あの、なんつうの。ああ、なんだ、喋るだけなら誰でもできるわ。俺の方が喋りうまいわって思ってても、カメラ前にしたらね、喋れないんだよ、みんな。よく俺が配信向いてるやつのテストで言うのが、あの30分間ペットボトルに向かって3秒間間が開かないように30分間喋ってみろっていうの。あのペットボトルに向かって、結局みんな見てる人がいるからやってると思ってるけど違くて、最初はみんな閲覧ゼロなんだよ。でしょ、最初はみんな閲覧ゼロのところを喋り倒してようやく見てくれる人が現れるのよ。だから過疎から抜けられない人が9割なんだよ。過疎から、あの、中堅になって、そう、中堅の壁みたいなのがめちゃめちゃハードル高いの。で、中堅から大手になるのもさらにレベルが高いから、そこのね、あの、まず、まあ、ぶっ飛んでいきなり大手になる。あ、どうこやさーっていう、そう。だからとんでもない才能を持った生主とかは別だけど、次の結婚はですね、って言って、もういきなり大手になっちゃうようなぶっ飛んだカリスマとかもいるけど、うん、あのよ、おい、バカはバカだねって言って、いきなり大手になっちゃう人もいるけど、それはもう例外だから、あんなの。あんなの例外だから。いや、まあ、番基準は厳しいけど、普通の配信してたら大丈夫だよ。普通の配信してたら番になんてならない。うん。ニコ生でレベル35行ったけど飽きてやめました。あ、まあ35行ったらまあまあまあそこそこかな。中堅に行かないで、その下層を抜けた。だから、素人、下層、中堅、大手っていう順番。で、その先にレジェンドっていう存在があるの。レジェンドはもう狙わない方がいい。大手も無理。でも、中堅には誰でもなれる。努力したら。中堅には誰でもなれるんだよ。それは俺が証明したから。絶対に中堅にも大手にもなれないよって言われてたんだけど、
実は努力したらそこはね、なんとかなるんですよ。だから中堅までの育て方ならできると思うよ、俺は。うん。全然、のんたん今から、じゃあ配信、12月1日から始めれば、今から家来るんだったら、のんたんとコラボ配信やるよ、俺。今日の、今月のコラボは、のんたんです。うなの声はここでしか聞けない。おい。俺がよ。まあ、バカだよな。引退するとかよ。なわけねえだろうがよ。バカだ。わあ、おい。俺誰だと思ってんだよ。なあ、ゲルゲ。あ、部長。ガランガラン。ゲビ。あ、ここに来たら、ここに来たら全然もう、うなちゃん、全然、寂しくないですよ。今顔面やばいからまた今度、あ、それね、アドバイスしようと思ってたんだけど、これ結構重要なこと。あのね、顔面がやばい、お化粧が乗らないからとか、ね、顔に傷があるからっていう理由で配信やらないんだったら配信者にはなれない。うん。これはすごい深いことなの。要は、俺がね、配信、例えば引退するとすんじゃん。で、配信復活するってみんなに相談、プライベートでしてるすんじゃん。配信やめて1年。で、あー、そろそろ復活しようかなって言った時に、俺がいきなりだよ。でもちょっと最近前髪剥げてっからな、前髪生えてきたら配信するわ。って言ったら、あ、こいつ才能ないわって思わない？いや、ちょっと今、ここにニキビできてるから、ニキビできてるからこれ治ったら配信始めるわって。もうこの時点でダメなの。ダメなの。顔に傷があるのはネタなのよ。美味しいのよ。もう、剥げてるのも美味しいの。素材なのよ。そう。あ、逆だよ。BGM だよ、うん。だから、顔に傷がある時からやった方がいいのよ。むしろそんな理由で配信やるかやらないか決めてるっていうのは、もう配信者としてね、まずね、手前の段階なんですよ。ゲルゲ100はノンタン。ノンタンのゲルゲ全然声違うの、うん。俺思うんだけど、ノンタン声めっちゃ可愛いんだよ。プライベートでもさ、聞いてて燃えるもん。ノンタンの声めっちゃ可愛いんだよ。うん。おばさんだけど。おばさんとおじさんだけど、声優とかになれるんじゃないかっていう。のんたん萌え声だよ、かなり。のんたんだから顔出しなしで、声でやったらいいんじゃん。声いいから、顔出す必要なくて、ラジオ配信でやればいいんだよ。それがいいんじゃん。添い寝彼女。添い寝彼女。多分受けると思うよ。顔出しするときは和道の枠だけとかさ。その方が負荷がかからないかもね。まあ一回やってみるのが一番いいよ。うん。そう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 。そしたら気になんないじゃん。結局、配信ってコンプレックスを晒していく作業なんだよ。だからコンプレックスなわけじゃん。顔に傷があるから治ったらっていうのは。だからね、その、コンプレックスはもう出さないって決めちゃうんだよ。最初から。もう顔出さないとかさ。うん、そういう風にね、やって、割り切ってやっていけば、まあまあいいと思うよ。だし、その、顔出さなくても売れてる人は売れてるから。それでいいと思う。サイト楽しみだな。サイト、よいしょ。どんなサイトにしようかな。デザインまだ考えてないんだよね。デザインも考えていかないと。楽しみだよね、サイトね。めっちゃ楽しみだよ。どんなサイトがいいのかな。サイトができてから名刺作ろうと思ってたから、
まあ多分普通のサイトになると思うけど、一般的なっていうか、そんな凝ったことはできないから、アプリ開発とかもできないし。でもまあ、なんか ウィキっぽいのは作ったら面白いのかなと思ったりとか、あの生主のなんかステータスサイトみたいなのを作ろうかなと思ってる。この生主はトーク力が高いとか、外配信力が高いとか、ただお金っていうバロメーターが少ないとか、なんかこう六角形の図みたいなのを作って、なんか視覚的にこの配信者はこうおすすめですよっていうランキングサイトみたいな、それはやりたいなと思ってるね。あとまあもうどうしてもやりたいっていうのは、その生活保護のポータルサイトみたいなのをやろうと思ってる。生活保護を受けたい人とか、そのホームレスのサイト、ホームレスと生活保護みたいなサイトは作ろうと思ってるね。なんかホームレス .com みたいな、生活保護 .com とか、それは別企画でプライベートで作ろうかなと思って。なんかあのバンにならないんだよ。自分のサイトってバンになることは絶対にないじゃん。でしょ？自分のサイトなんだもん。運営側じゃん。だからそこが気が楽だから、逆に表現しきれるっていうか、そうそうそう、自分が運営だから、そう、そこはね楽しみではあるね。規約は自分で作るからね。はい、こんばんは。彩香いらっしゃい。12月もよろしくね。いやー、11月いい月だったよ。結局ね、フォロワーの数が今877人だから、結局どれくらい増えたんだろう。1ヶ月間でどれくらい増えたんだろうな。多分相当増えてるんだよね。500人以上増えてるから。相談所まではさすがにやらないかな。配信メインだから、だから配信に誘導する感じにすると思う。生活保護のことはこの人に聞いてくださいっていう感じで、和道の放送をリンク貼るっていう、ホームページでやりとりする。そう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 、こっち側に来てくれたら、まあ質問、この人は生活保護すごい詳しいから相談に乗ってくれるよみたいな、コメントでぜひ書いてみてみたいな、そういうのがいいかなと思って。そんな感じかな、今考えてるのは。あまりホームページに時間取られて配信なくなると困る。そうなんだよね。配信どれくらい見たいの？ぶっちゃけた話。ぶっちゃけた話、どれくらいの時間が長くもなく短くもないって感じがする。それ聞きたかったんだよ、リスナーさんに。大体の目安として、そう、結構忙しくなってきたから、仕事で5時間ぐらい、5時間じゃないや、5時間半ぐらい取られるんだよ、やっぱ。往復の移動と、あとなんだ？いや、6時間かかってるな。4時間勤務、1時間休憩でしょ。だから6時間ぐらい割いちゃってるから、そう、ホームページに割く時間もそうだし、配信に割く時間も割り振っていかないと。毎日はやるよ。ありがとう。風船ありがとうね。今月もよろしく。アイテムありがとう。はい、なおちゃんはどつ。はい、チオ、ハートプレゼントありがとう。ありがとう。だから、まあ、どれくらい配信していこうかな。旅配信になったらね、会社も辞めたら毎日できるけど、25万稼ぐってことは、ね、1日1万円ぐらいは稼いでいかないといけないから、ね、頑張っていかないとね。2時間はそうだね。2時間は最低レベルだろうな。プロで食ってくっていうんだったら。まあまあ、最低2時間っていう約束にしようか、じゃあ。最低2時間はやりますっていう公約。暗黒放送とかもね、1日30分の回とかだと、なんか、今日短くねってなるもんね。金払ってるのにこれかよって思わない。暗黒放送30分の回はやっぱね、俺寂しいなって思うね。まあネタがないからしょうがないんだろうけど。あんまりやりすぎてネタなくなっても辛くなってくると思うし。30分短いよね。まあ人のスタイルだからああだこうだ言うべきじゃないとは思ってるけど、2時間ね、まあまあ
30分短いよね。2時間はやるよ。じゃあ。じゃあ、2時間区切りで、2時間1枠にしようか。で、1回やるか2回やるか。そんな感じだ。うん。4時間やったらさすがにお腹いっぱいだと思うんだよ。うん。だから2時間区切りを2回とかが一番バランスいいと思うんだよ。カンドさん今日来てないの。ノンタンコメント打ってるよ。実家にいる。TM さんいらっしゃい。彼女の名前ノンタンっていうの。ノンタンはね、普通にリスナーさんだから。もしかしたら配信始めるかもって言ってたけどね。そこら辺はまだ確定じゃないからわかんないけど。どうなってくんだろうね。うん、まあ、彼女が配信やる分には俺はいいことだなと思ってるから。そうだね。どうしても予定的に厳しくても毎日開こうとは思ってる。どんな時でも配信はもう毎日開くっていう。ちょっと先月だってなんだかんだ言って20日ぐらい、10日間ぐらい配信休みあったから。うん。だからちょっと休み取りすぎだなとは思ってたんだよね。まあ仕方なかったんだけど。ハートプレゼントありがとう。ハチ、ハートプレゼントありがとう。結婚してないよ。うん。してない、してない。だって、付き合ってまだ1ヶ月、2ヶ月とかそんなもんなの。うん。ハートプレゼントありがとう。うん、ハートありがとう。今月はリスナーランキング誰が1位になるかな、うん、今月は誰が1位になるかな。先月の1位はハッチだったね。先月の1位はぶっちぎりでハッチだったね。あざあざハッチ。マスクしてるよ彼女。まあマスクしてない時もあるけどね。全然俺マスクつける配信者嫌いなんだよね。さすがだよな。古代さんいくつかな。古代さんのランキング見てみようか。ランキング、古代。古代さんは5位。いいね。うん。神5ですよ、神5。古代さん5位。うん。ノンタンは、ノンタンは何位だ。ノンタン何位だろう。一回ね、フォロー外すとランキング外になっちゃうから、かなり低いね。ノンタンかなりトップ3ぐらいに入ってたんだけど、多分一回フォロー外したんだよ、俺の。だからダメになってると思う。ノンタンは、ノンタンは131位だね。TM さん?ちょっと見てみるよ。TM さんは、TM さんアイテム投げてなくない ?TM さんはね、800人いるうちの何位かだから、フォローしてる ?TM さん。TM さんフォローしてる?シッシュも見てみるよ。うん、今200位ぐらいまで見てるけど、全然だね。1位はハッチだね。ファイター佐野さんいらっしゃい。おい、ああ、ファイター、いらっしゃい。ああ、いつもありがとうよ。してる?あ、風船ありがとう。ハートありがとう。でもかなり下の方だね。まだ300位ぐらいまで見てるけど、まだ出てこない。ハートプレゼントありがとう。ちょっと待ってね。TM さん出てこないよ。350位でも出てこなくて。県外だね。まあ、俺、うなちゃんマンきっかけで配信始めた人だから、うなの放送ずっと見てるしね。うん。500位にも乗ってないね、TM さん。ちょっとだけ頑張る、ありがとう。TM さんは、いたか?いないな。TM さん最下位なんじゃないの、これ。600番見てるけど全然ないもん。 TM さん出てこないな。ホテハン変えたりした？今月100位ぐらい。今月100位。これ自分は確認できない。
いや、こう、俺が公開設定すれば見ることできるよ。だから非公開にしてるから。多分俺しか確認できないね。っていうか、ランキング上位になると運営から案内が来る。和道さんのランキング何位ですよって案内が行くはず。だからハッチ来たでしょ？今月和道の配信1位でした、おめでとうみたいな運営から来たでしょ？来なかった。来るよね。なんか囲えば囲うほど、なんかその自分の名前の下にランキング何位って入るはずなんだよね。だから今日はアイテム全然まだ始まったばっかりだから。乗ってないね、TM さん。乗ってなかった。TM さんとチェキは乗ってなかった。多分、先月後半にフォローしたから、多分、あれなんでしょう。まだ登録されてないんだよ。今月からじゃん。来るよね。リスワンは新規のリスナーの数なの。IP 管理なのね。だから先月5000っていう数字で取ったんだけど、5000人の新規リスナーがいたってこと。だから1日で重複して見たリスナーっていうのはカウントに入らないの。だから純粋なリスナーの数。6000人だね。うん。ここに書いてあると思うんだけど、5993人の新規リスナー。のりゆきさんより多かったんだね。石川のりゆきで5875だから、これで勝負するって感じ。うん。新規リスナーの数。だから累計来場者数はカウントに入らない。だから難しいんだよ。みんなに拡散して拡散してって言ったのはそういうことなの。ふわっちの面白いところはそこなんだよ。みんなが拡散すればするほど集まってくる。だから、その、実は見るのも応援だけど、ロムセンさんの人は、なんか評論みたいなのをやるといいんじゃん。ツイッターでシェアするボタンがあるから、ツイッターで今日の和道の放送は3点だったとか、和道が今神回だぞとか、なんか和道のここがいい、ここが悪いみたいな評論をすると良くなると思うよ。うん。そしたら、なんか、どんどんツイッターから流れてくるの。新規リスナーが。そういう仕組みだね。俺さ、ミランダカーの可愛さが分かんなかったの。ミランダカー美人かとか思ったけど、あの人、まあ美人は美人だけど、そんな可愛さとか分かんなかったんだよ。あと、佐々木希も分かんなかったの。どこが可愛いのみたいな。でも、おっさんになってきたね。だんだん、あ、こういう年齢層に受けてるんだっていう。いや、ミッチがラジコンになってくれない？あー、分かってないね。自分のキャラクター掴んでないんだよ。ダメだね。自分のキャラクターを掴んで、リスナーが求めてるものと自分のやりたい配信が噛み合ったら、絶対伸びるから。ヤミッチが今伸びないのは多分、やりたい配信とリスナーが、ね、求めてるもの、ギャップが出すぎなんだよ。ギャップが。まあ、そうだろうね。来るかね。ごめんなさいね。ハッチありがとう。二人とも丸顔で可愛らしい。そう。だから、おばさんなんだけど可愛いっていうキャラなんだっていうのが分かってきた。ミランダカーと、その、佐々木希とか。その、性的、男が性的に可愛いんじゃなくて、女性が好きなんだみたいな。うん。闇将軍ね。うん。闇将軍は今低迷してるよ。まあ、キャラ変する時期かなとは思ってるけどね。ふわっちやってくんなら。だけど、いじられるのは美味しいことだっていうのを理解しないと、柏木とか、柏木とか闇将軍とか、その辺はいじられキャラだから、いじられることが美味しいってならない、伸びないよね。あ、出会い中なのは本当だよ。闇将軍全然出会い中だよ。それはまあ有名な話だから。今更語ることでもないと思ってる。みんなご存知闇将軍です。
ミランダカーはサマンサタバサのイベントで見たことあるけど、すごいよ。綺麗すぎて倒れるかと思った。あ、それはわかんの？だから、その、要は、彩香の年齢で、彩香が、すごい綺麗っていうのがわかるんだけど、男性目線で実はミランダカー可愛いとか結婚したいって聞かないでしょ。そこはね、やっぱね、年齢、そう、若い子は、やっぱね、可愛い子、日本人的なロリの可愛い子なんだよ、やっぱり。俺さ、昨日配信でも言ったけど、一昨日か、一昨日能年リナ見たんだよ。顔の作り全然違うんだよね、やっぱ。ハートもらったら、あはーんってやってって言ったら、自分のキャラじゃないって言われた。指パッチンだからね。なんか全然面白くないよね、あれ。なんか指パチンパチン鳴らしてんだけど、全然面白くないんだよ。ちょっと待って。ちょっと待って。ミランダカーの話するか、闇将軍の話するか決めて。ミランダカーの話と、闇将軍の話、交互にされてるから、もう話ぐちゃぐちゃになってるから、俺の頭が混乱するわ。ミランダカーの可愛い話をするのか、闇将軍の可愛くない話をするのか、闇将軍がミランダカーみたいになってるから、今。聞かないね。和道さん芸能人の誰好き？可愛いと思うのは誰？何のだね。俺は、何のは結構ずっと好きだもんね。ミランダカー知らない？じゃあミランダカーの話いらないってちゃんと言って。もう俺がもう対局にあるミランダカーとも闇将軍の話はもう混乱するわ。だんだん闇将軍がなんか可愛いんじゃないかみたいに混乱してきたから。びっくりだよ、本当に。ねえ、話題豊富だよね。芸能人だとそうだね。まあ、なんのだよね。な、俺は前から言ってるけど、顔で好きな系統よりも、キャラ重視なのよ。どちらかっていうと、声とか、キャラクターを愛する人だから、いや、ミランダ配信者じゃねえわ。ミランダ配信者じゃないよ。違うよ、ノンタン。ミランダカーはモデルだよ。ちょっとミランダ行ってくるわつって、ミランダの枠に和道からつって、ミランダわかんないでしょ。いいじゃん、ノンタミランダカーっていうコテハンでやればいいじゃん。ミランダカーも闇将軍も似たようなもんだよ。もう全然違うから。全然違うよ。似てるところ一つもないわ。びっくりするわ。今月一人目のフォロワーさんを紹介します。新しいフォロワーさんです。サラコさん、フォローありがとう。今月一人目です。記念すべきフォロー。おー、シャックンいらっしゃい。昨日ね、ノンタンとね、シャックンの話題出てたんだよ。昨日ノンタンと一緒にベッドの上で話してたら、シャックンなんか闇将軍引退してシャックンやることなくなったねって言ってたけど、闇将軍ふわっち復活したから、シャックン何してるかなって、仕事ができてよかったねってノンタン言ってた。そうそう。ノンタンシャックン言ってたよね。ベッドの上でね。シャックン仕事できたねって言ってたよ。一緒にしたら失礼。シャックンどうなの？ふわっちでもやっぱ追い込むの？闇将軍を。やっぱ許せない。まだ許せない。シャックン激おこだかんな。闇将軍の永遠のライバルだからな。でもまあライバルみたいなのは必要だよね。俺もワンワンとかなりやり合ってたもんね。いや、なんかノンタンに断られたから、この前の企画キャンセルしたの。キャンセルしたから今だから言えるんだけど、ワンワン、ワドを、キューちゃん牧師、ロハコっていうすっげー面白いコラボだったのよ。これ激アツじゃない？これ、和道リスナーだったら超面白いっていうぐらい熱いコラボだったの。ワンワン、和道を、キューちゃん牧師、ロハコっていう4人でコラボ決定してたんだけど、ノンタンが減らってキャンセルしたのよ、俺。やめとこうって話になったんだけど、これ実現してたらね、超盛り上がったと思うよ。生活保護徹底論争と、ゲイとかバイの話を徹底論争、この4人でやろうってなってたの。だから生活保護は、要は俺がターゲットにされて、3人が詰めると。要は生活保護どうなのみたいな。で、ゲイの話はロハコさんを詰めるっていう、濃すぎるでしょ。しかも夢のコラボっぽくない？
ワンワンはもう家特定しろ。それ後で教えて。うん。それネットで晒すとすごい盛り上がるよ。ワンワン敵多いから。ああ、ミランダとボブリシャス同列は俺わかる。わかるわ。わかるわかる。ミランダカーは、要は、インターネットのミランダカーですよ。ボブリシャスは。同じ系統だよね。わかる。だから俺ボブリシャスあんまグッと来ないんだよ。ボブ可愛いと思わないの、俺。実は。うん。ボブリシャスなんであんな人気あるんだろうみたいな。他人が追い込むので自分は手出ししません。もうあれか、軍団が出来上がってきたもんね、だんだんね。シャックン一人でやらなくてもいいもんね。シャックンどうなの？何？ニコ生やってんの？シャックンは。まだ。フワッチやればいいのに。あ、ボブ好きなんだ、シャックンは。俺は誰だろうな、ニコ生で言うと。あんまりニコ生やってるような女と付き合いたくないっていうのはあるよね。ニコ生でチヤホヤされてる痛い女と付き合いたくないよね。うん。目標が変わった？うん。1ヶ月の目標、それぞれ毎月毎月更新してるから。うん。12月は25万っていう感じ。あ、ニコ生休んでんだ。ふわっちやればいいじゃん。ネオニートって子が可愛いんだ。検索してみようか。ネオ。ニート。ニコ生かな？ニコ生？シャックもフワッチで頑張って。そうだよ。シャックフワッチでやればいいじゃん。あ、深瀬ね。はい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 。戸田恵梨香みたいな顔してる子だ。超メンヘラだよね、この子。わかる。っていうか、可愛いっていうか美人なんだよ。ただ超メンヘラなの、この子。やばいの。もう目がシャブ中みたいになってんのよ。フワッチ重くてできない。え、パソコンで？何？未だに ADSL ぐらいの回線使ってるとか。未だにダイヤルアップで繋いでんの。ああ、まあまあ、深瀬は、まあわかるかもしんない。だから、なんだっけな、深瀬は、あれの、だから、なんだっけ、もう一人いたじゃん。メンヘラの女の子で、UFO 呼ぶとか言ってる。なんか、可愛い可愛いって言われてる。あの、マスクしてる女の子なんだっけ。名前出てこねえな。なんか、テレビとか出たりしてるじゃん。なんか、ニコ生ですごい、ファン多い配信し、誰だっけ ?UFO とか、メンヘラで、不思議ちゃん系の。うん、なんだっけな、相神だ。相神の波形だよね。うん、ネオニートは。ジャンルは一緒だと思う。ファン層被ってる気がするもん。相神だ、相神。うん。ね。光なんですけど、俺無線なんですよ。家の他家族全員パソコン使ってる。あー、そういうことか。はい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 。無線ってことは MacBook Air かな？あー、それだったらね、ちょっとね。あー、ふわっちは重たいって有名だもんな。それかわいそうだな、ちょっと。でもまあ、なんとかして配信戻ってくるべきだよ。うん、もう配信好きな人は配信やるべきだよ、うん、キャリアが長くなるとリスナーさん忘れるからね。狂ってるのに可愛いってのが二次元みたいで可愛い、漫画みたいな感じね。なるほど。狂ってるのに可愛いって言ったらやっぱ飲んだんでしょ。今話題の狂ってるレベルはその辺の生主とはもうレベルが違うぜ。俺の彼女にね、初めて付き合って一週間ぐらいの頃に俺聞いたの。のんたんなんか将来の目標とか、なんかあるのって。要は、なんか仕事とかやりたいこととかを聞いたのよ、俺。そしたらのんたんなんて答えたと思う？うん。魔法使いになりたいって言ったからね。結構ガチで。ハテナマークがほとばしったの。和藤さん、魔法使いになりたいって言われたからね。やべえな。俺の彼女やべえなと思って。いたたたたただよ。だからのんちゃん大好き。いや、マジだからね。未だに本当に魔法使いになろうとしてるからね。本気で魔法使い目指してるから。いや、だから今答えてるの。今答えたじゃん。ラグがすごいのかな。5秒カウントするから手挙げて。5、4、3、2、1、手上げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、
9、10。今日なんかラグってるな。今日10秒ぐらいラグあるわ。そういうことか。高橋さんごめんね。今日なんかサーバー重たいみたい。ラグってるわ。のんたんの到達先は浅井さん。あのね、だからね、のんたんとか浅井さんの本当の、あのね、昨日のんたんが言ってたんだけど、あの、浅井さんって予言できるのをなんでみんなわかんないんだろうって言ってて、浅井さんが予言できるのをわかる人とわかんない人がいるんだよ。ただの気違いおばさんっていう風に偏見で見てる人と、俺はわかるの、浅井さんが予言者なの。要は未来を作ってるんだよ、あの人。人の未来がわかるんだよ。で、のんたんもそれをもっと強く分かってんの。俺より深く浅井さんを理解してるのね。うん。だから浅井さんの光の意味も分かってるし、そう。だから魔法使いなんだよね、本当に。のんたんが魔法使えるのは本当だけどね。うん、ただね、もう、統合失調症の世界だから、ある意味。俺は違うよ。実際にのんたんが魔法使えるのも、浅井さんが光が見えるのも分かってるんだけど、要は半分メンヘラだから俺も。だけど、それは事実なんだけど、現実世界で生きてる人には伝わらないんだよ、それは。のんたんの一日を見てみたい。観察日記つけたい。いや、もう、超ダメ人間だよ。簡単に言うと。もうベッドでゴロゴロしてるだけだよ。で、ニコ生見て終わりだよ。うん、魂的に似てる？ああ、まあ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 。それはわかるかな。うん、魂が似てるっていう。確かに。うん、でもね、だから要はね、シャーマンなんだよ。俺の言い方すると。浅井さんも神様の預言者だし、のんたんも何かが聞こえたり見えたりしてるんだけど、それがね、言葉にできないんだよ。その、現象っていうか。うん、それは多分生きづらいよね。うん、国が生まれる、要はコミューンが発生するときにはシンボリックな存在になりやすいんだけど、現代社会で管理された社会で完成された近代国家だと生きづらさはあると思うよ。うん、だから俺はメンヘラって呼ばれてるほとんどの人はそうだと思ってるから。テレパシーで浅井さんと繋がってる、うん、彼女はまあクリエイティブだよね。すごいクリエイターだと思ってる。不思議ちゃんワールドよりももっと深い世界なんだけど、結局不思議ちゃんで片付けられちゃうと思うんだよ。だって浅井さんはのんたんの絵見て泣いたからね、号泣したからね。だから繋がってるんだと思うよ。のんたんの絵見て号泣して、和道さんも天才、のんたんも天才、天才は苦しいんだって言ったからね。天才は誰からも理解されないって言って号泣したからね。よく頑張ったっつって泣いてたから。和道さんと浅井さんのカラオケ YouTube で見たよ。アルプス一万尺。頭痛くなった。頭かお腹どっちか痛くなるからね。まあ、浅井さんはもう本当は語り継がれていかないといけない人だと思ってるけど、なかなか評価されないよな。悔しいけど。のんたんはもっと、のんたんも浅井さん、のんたんはまあ表現するべきだと思ってて、なんか才能を持ってるけど、それをやっぱ食いつぶしてるから、なんか絵を描いてほしいんだよね、俺は。配信始めるとかじゃなくて、自分のやっぱ生きる表現の場所みたいなのは、アーティストは持ってないといけないから、それが伝わった時、初めて人生が変わると思ってんだよね。要はアーティストって何がすごいかっていうと、コミュ障な人多いでしょ、アーティストって。それなんでかっていうと、なんで絵が上手くなるのか、なんでアニメーションを描けるのか、なんで音楽作れるのかっていうと、音楽とか絵じゃないと人に言いたいことを伝えられない人たちなんだよ。自分が思ってることを言葉にできないとか、コミュニケーション取れないからこそ絵が上手くなったりするのよ。あ、便所さんいらっしゃい。どうもどうも、お疲れ様です。11月ね、いくらだったかな ?18 万8千円かな ?18 万8千円です。うん。で、そっから延長ポイントとかなんだかんだ使ったんで17万ですかね、差し引き。うん。18万8千円。まあ、今月25万ぐらいいけばいいかなって感じで頑張ってます。理解したいけど自分は凡人だから無理だろうな。なんかね、考えて感じるんじゃないん、考えるんじゃないんだよ。そういう人を見たときに、五感で感じられるかなんだよ。感動ができるかとか、感情で感じられるかなんだよ。いや、心ってやつだよね。心で会話できるかどうかだと思う。うん。あ、まあ、便所さんだったらもっと行くんじゃないですか。多分、でもほら、裏っ引きしてないから、俺。裏で隠れて今もらってないから、
なんだろう、ぶっちゃけた話、裏引きした方が見入りはいいわけじゃないですか。裏引きって言い方もあれだけど、要は現金振り込んでもらったり、手渡しで入って渡されてるでしょ、弁蔵さん、ぶっちゃけ。だからまあトータルで言ったら俺弁蔵さん5、60万は絶対稼いでると思うから、だからそういう人は別にふわっちやる必要はないのかなっていう。ただ俺はなんか企画っぽくその自分が稼いでる額っていうのは公にしていきたいから、うん。残念ながら凡人には感じないんだろうな。どうなんだろうね。凡人って自分で決めつけてるだけで、なんか俺がよく言うのは子供の時の心で生きてるかどうかと。子供の時のあの敏感な、子供って言葉を使えないんだよ。だから多感な時期とか言うけど、多感って多く感じるんだよね。多く感じれるかだと思ってる。うん、俺、弁蔵さんは余裕で多分5、60万取ってると思うよ。のんたんの絵って渋谷？あ、新宿の駅の絵だね。見せようか。いや、もうすごいと思うよ、この感性は。のんたんが描いたイラストがあるんだけど、ここに。これ何の絵かわかんないけど、かっこいいじゃん。これなんか、のんたんに絵描いてみて、つって、美大で卒業してたから、これ何なのって聞いたら、俺は人、ロボットなのかなと思ったの。違くて、これは、新宿なんだって。のんたんは新宿なんだって。のんたんが描く新宿は、こういう風に見えるんだよ。これかっこよくない？もうこれ地図に見えないじゃん。なんか生きてるんだよね。すごいかっこいいなと思って。だから絵を描いてほしいんだよ。この絵は宝物だよ。俺飾ってるもん、見えるところに。すごいでしょ。新宿、新宿、うん。子供の絵は本当に純粋。そう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 。うん。これを見て浅井さんは号泣したんだよね。配信だけならふわっちの方がいいよ。現金でもらうのはそれなりのことしなきゃならないし、グッズ販売も手間かかる。まあそうっすよね。まあ確かに俺も何にも考えないで配信バーって始めて稼げるんだったらいいなと思いますね。だからすごいいい時代来たなと思ってて。うん。だって俺でだよ。俺で18万稼げるんだよ。もっと才能ある人いるし、もっと面白い人いるし、もっと可愛い子いるわけじゃん。俺よりも才能のあるやついっぱいいるんだから、もっと来い、もっと来いって感じだよね。うん。感性豊かだよね。他にも、のんたんのツイッター見てみて、インスタグラムのリンクが貼ってあるから、そしたら、インスタグラムにのんたんの今までの作品ブワーって載ってるから、のんたんのインスタグラム見てみると、その美大の時の、要は10年ぐらい前の作品いっぱい載ってるよ。で、のんたんをフォローしてあげてよ。インスタグラム。ほい、大輔さんこんばんは。いらっしゃい。うん、あ、俺はやっぱ感性の鋭い人とか感性豊かな人が好きだね、うん、感性で生きてるぐらいの人が好きだから。子供の描く絵は見たままっていうよりは感じたまま描く感じ。そうだよね。そう、新宿駅には建物以外にも雰囲気とかで絵に描くとまた別の建物に見えるとこ。新宿はだから本当に面白いよ。なんかもう、すごいんだよ、人の。だからもう、欲望もすごいし、歌舞伎町なんか、女、金、性欲、酒、ドラッグとかもうすごいのよ。邪気が。要はもう、廃人っていうのかな。魔の街なんだよ。魔物が住んでるんだよ。人が作ってる魔物に取り憑かれるんだよ。あと、西新宿の方とかはやっぱりね、違うし、雰囲気。インスタやってないんだ。まあ、ログインしなくても見るだけだったらできるよ。インスタ。のんたんの絵は見ることだけならできる。でもまあね、インスタグラム、ツイッター、フェイスブックは絶対やった方がいいよ。これから先。フェイスブックやってる人、フェイスブックやってる人いますか？この中で。手挙げてください。フェイスブックやってる人。フェイスブックやってるよっていう人手挙げて。うん、ツイッターから飛べる。あ、もしよかったらね、今ね、フェイスブック全く手つけてなかったんだけど、ちょっと今月から Facebook 力入れるんで、Facebook で友達なりたい人この中にいる？和道のプライベートアカウントと繋がりたいっていう人いますか？友達申請。ちょっと Facebook も、Facebook もともと黎明期からやってたんだよ、俺。Facebook 黎明期からやってて。で、なんだろう、もう2000人ぐらい友達いたんだけど、だいぶ前、4年ぐらい前。で、Facebook くっそハマってたんだけど、もうやめちゃったんだよ、俺。もし、友達繋がりたい人いたら、
もしよかったら、これ、飛ばしてください。Facebook。Facebook アカウントこれです。見れる？見れるかな？見れた？大丈夫かな？のんちゃんツイッター見つけたけど、インスタ載ってない。マジで？インスタ消したのかな？ちょっとその辺わかんないわ。もし友達申請してくれたら、リクエスト承認して繋がるんで、お願いします。もし繋がりたい人いたら、ぜひぜひ。ちょっと、なんか、Facebook は Facebook でオリジナルの投稿とかしていこうかなって考えてるんで。これで合ってるよね。まあ全然手つけてないからさ、人が全然いないんだよ、Facebook。あ、貼っていいよ、全然ここに。全然貼っちゃって宣伝しちゃって。いろいろインターネットでも。おい、ハートありがとう。ちょっといろいろね、ウェブサイトもいろいろ手こ入りしていこうかなと思って。お、確認来ました、ありがとう。おー、確認ありがとう。結構来たね。あ、すごいね。あ、すごいね。俺大手だね。俺大手だわ。こんなに来る。ありがとう。あー、みんなありがとうね。あ、結構来るな。来るな。ありがとうみんな。うん、一気に来たわ。あ、後で、じゃあやります。影響力あるね。うん。なんかね、Facebook 面白かったんだよね、昔は。あ、また来た。ありがとう、みんな。あ、すごいわ。俺力あるわ。自分で、あ、また来た。すごいすごい。すごいわ。また来たわ。結構ね、Facebook 楽しい時期あったんですよ。だから Facebook で、なんか、こう、まあ、配信もそうなんだけど、旅配信が終わった2年後、3年後あたりから会社登記しようかなと思ってるから、Facebook 3年後を見据えてビジネスマン多いじゃん、やっぱり。だからそれに踏まえてやってこうかなと思ってるんだよね。うん。あと、Instagram もフォローバックするんで、もしよかったら Instagram もフォローしてください。Instagram やってる人どれくらいいる？手挙げてみて。Instagram の方が多いのかな？今やってる人。インスタグラムはこれです。俺のインスタこれだから、もしフォローしたい人とかいたら、このインスタグラムフォローしてください。フォローバックしますんで。ちなみに、のんたんの裸の写真とのんたんのエッチな写真が2枚ほど載ってるんでね。のんたんのエッチな体に興味がある人も見に行ってください。私友達2人しかいないから Facebook やってない。友達いないと面白くないよね。まあまあ、ネット友達みたいなのができんじゃないの？うん。まあ、Facebook アカウント作ったら、俺、友達になってあげるから。いいよ、全然。やろうよ。みんなでだから、そしたらリスナーさんと繋がっていけばいいじゃん。ああ、いつものこの人だ、とかさ。うん。あ、じゃあ Facebook もフォローしといて。よろしく。ちょっと、10万人のリスナーを獲得するために、いろんなところ手こ入れしてくから、俺。頑張ります。なんかやっぱその今のトレンド、ウェブサイトを立ち上げたとしても外部から誘導するのがその主流になってるんだって。だから Google 検索から入ってくるのが少なくなってて、 Twitter とか Facebook から記事に飛ぶことが主流になってるから、外部サイトを作らないとそのホームページ維持できないっていうか流行らないんだって。逆に言ったら、いいブログを作って、いい記事をホームページに載っけると、そっから拡散されてくんだって、みんなのところに。あ、和道のこれ面白いわ、みたいな感じ。リツイート、リツイート、みたいな。そうやってやるのが今のトレンドなんだってさ。面白いよね。だから、なんだかんだ言って、YouTube も、11月で100人ぐらい登録あったんじゃないの？もう100人超えて131人なんだよ、今。YouTube の方は。だから多分ね、30人ぐらいだったと思うから、多分100人増えたんだよね、先月で。すごいよね。和道さんって野田通りの、あ、そうそうそう、千葉和さんいらっしゃい。もう結構前の話だけど、
ありがとう、知ってる人いるんだ。和道と言います。よろしくお願いします。初見さんだよね。よろしくお願いします。和道です。もし面白かったらでいいんで、フォローしてってください。コメントありがとう。結構さ、ニコ生とは違うじゃん、ふわっちは。だから、ね、ニコ生の古い話題を知ってる人いると嬉しいですね。あ、インスタフォローしてくれた？じゃあ今フォローバックするよ。ちょっと待って、ね、インスタグラム。あ、来た来た。オッケー、フォローするね。どうやってやるんだっけ。携帯でやるわ。おい、カニパンいらっしゃい。こんばんは。今月もよろしくね、カニパン。あ、来た来た。インスタが3人来たね。インスタが3人来た。インスタグラムはね、結構プライベートな内容が多いと思う。なんか彼女の写真とかも上げてるから。うん、ありがとう、インスタグラムフォロー。インスタフォローありがとう。Facebook もフォロー、友達申請ありがとう。まあ、SNS は結構、Twitter はね、よく使うからね、フォローバックしてないんだけど、それ以外は全然やってくから、Facebook とね、Instagram フォローバックするんで。インスタフォローしました。何も載せてないけど。うん、OK、OK。どれどれ。来たかな。新しいのが。うん、OK、OK、来た。ありがとう。フォローバックしたよ。うん、いいね。インスタグラム確かフェイスブックと、フェイスブックなんだよね、運営会社が。知ってた？みんな。俺全然知らなくて。あ、インスタグラムの運営ってフェイスブックなんだと思ってびっくりしたんだよね。まあこの写真だけのサイトって面白いよね。考えてるよね。そうなんだよ。だから Facebook と相性がいいんだよ。Instagram。だからインスタ登録すると Facebook と連動しませんかみたいな案内が来る。うん、まあ各種 SNS やっぱでも一番面白いのは配信だし、まあ投稿系で言ったら Twitter が一番相性がいいかな。気楽っちゃ気楽なんだよね。なんか結構言いたいこと言える感じだし、言論の自由が許されてる感じがするから、うん、面白いね。お、インスタグラム。ノンタンのインスタグラムこれなんで、ノンタンのもフォローしてください。もしよかったら。ノンタンのね、過去の作品が載ってるし、若い時の写真も載ってるよね。うん、一枚だけ。一枚だけ、なんか20代のノンタンが載ってる。でもね、なんか20代の頃ね、よりもね、今の方が美人なんだよね。インスタあった？ノンタンインスタグラム3個くらいアカウントあるからね。これ本ちゃんの方でしょ。うん。確かね、今の URL が、ノンタンの、正しい、捨て垢じゃないやつだね。ノンタンパスワードとかすぐ忘れちゃうから。これだね。そうそうそう。これこれ。合ってる合ってる。うん。もしよかったらフォローしてあげて。繋がって。彼女結構、すごい絵描いてるから。アウトサイダーアートみたいになってるけど。おい、あやかありがとう、ハート。いっすいっす。ま
でもなんかあれだよな、 SNS が多すぎるよな。なんかもう全部一個に統合してほしい、本当に。ツイッターとかインスタとか、あとアスク FM っていうのがすげえ面白いんだけど、フォロワーが3人しかいない。アスク FM は本当面白いよ。知ってる？アスク FM って。あのね、俺アスク FM やってるんだけど、要はあの俺に匿名で質問を投げることができるの。のんちゃんに返信したけど、アイテム付きだと返信ならない。あ、そうなんだ。そっか。アスク FM 面白いよ。あの、簡単に言うと、匿名で俺に質問を投げることができて、俺が質問を返すだけっていう。要は質疑応答サイトなのよ。要はもう討論サイトみたいな感じなの。これは面白いよ。おー、サイバリオさんいらっしゃい。ハートありがとう。ありがとうございます。今月もよろしく、サイバさん。これね、あの、例えば、あの、放送だとさ、ゆっくり答えてもらいたいのに、なんか質問がいっぱい来ちゃって答えられなかったりするじゃん。だから例えばそう、なんつうの、みんなが質問をしてくれて、凝った質問とか本当に聞きたい質問とかをしてくれたら、このサイトはちゃんと返せるから。あるある、芸能人。そう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 、アスク FM すげえ面白いよ。これはなんで流行ってないんだろうっていう。そう、これめっちゃ面白い。配信者にすごい相性がいいと思うんだけどね。なかなかですね。なかなかまだ伸びてないっていうか、あんまり評価されてない。アスク FM はまだまだ伸びると思うな。これ見るだけでも面白いよ、結構。なんか、悩みとか質問とかあったら書いてください。マルボロさんいらっしゃい。初コメントありがとう。和道です。あの、面白かったらフォローしてください。よろしくです。配信歴4年目です。コメントありがとね。まあだから機能に特化した方がいいんだろうな、多分。なんか一個の目的で一個の SNS っていう感じだよね。そう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 。でも面白くない？だから匿名でもアカウントでも質問ができるので、俺は好きな質問にだけ答えを出せるの。あ、モグリンだったんだ。はい、こんばんは。 ありがとうね、エミちゃん。インスタグラムかな、登録してくれたのは。じゃあフォローバックするわ。あ、本当だ、エミちゃん来た来た。うん、フォローバックしたよ、エミちゃん。あ、ずっと前から。うん、ていうかニコ生で丸ボロってコメント打ってくれてなかったっけ。今フォローバックしたよ。リンクとならバグった？嘘？アスク FM ダメだった？嘘？見れるはずだけど。バグってないよ、俺の方。バグってないね、俺の方は。普通に見れてるね。俺は大丈夫。質問しまくって和道ノート作ろうかな。いいんじゃない？うん。何でも答えるよ。ニコ生の時ぐらいから見てました。だよね。っていうか、マルボロは普通に前からコメント打ってくれてたよ、たまに。ピーピーなってびっくりした。何ピーピーって。ピーピーってなったわ。全然普通に見えてるよ、俺、アスク FM。だからやっぱ、公式サイトは作る段階だったよね、もう。もう、Facebook とかやりまくりすぎだから、なんか、和道のポータルサイトみたいなのを作らないといけないなと思ってたんだよ。うん、前から。おー、ゆうちゃん、風船ありがとう。ありがとうね、楽しんでって。風船ありがとう。風船ありがとうございます。ふわっとしながらだとダメなのかな。あー、それで爆音起こったのかもね。おい、サイバブさん、どうもどうも、頑張ります。今月も頑張ってくんで、今月の目標金額25万に設定しました。よろしくお願いします。スマホでアスク。おー、ブルさんいらっしゃい。ブルさんありがとう。先月ね、ブルさんランキングすごい上位だったっすよ。ブルさん囲いランキング、ちょっと待ってね、
ブルさんは先月、ブルさん6位です。ブルさんありがとう。風船をプレゼントありがとう。いや、元気ですよ、元気ですよ。スマホだとダメなんだ。まあ、後で見てみてもいいし。新しいフォロワーさん紹介します。新しくフォローしてくれた方が、チワワさん、ロコさん、シッシュさん、フォローありがとう。コメント流れちゃった。私もピーピーなった。警戒音みたいな。ウイルスがなんだかんだ。え？嘘？ウイルス？そうそう、古代さんが11月は5位。で、ブルさんが僅差で6位だった。ありがとうございます。ガチかっこいいでしょ。あ、そうだったんだ。全然ウイルスとかじゃないけどな。俺はパソコンで今操作やってるから、もしかしたらそれでダメなのかもしんないね。すまんすまん。それか今ハッキングされてんのかもしんないね。アスク FM が。ほんとほんとウイルス？え？ウイルス流れるようなサイトじゃないけどな。結構そんなにそのダメなサイトではないよ。多分ハッキングされてんだろうね。すまん、それは。申し訳ない。なんだろう、なんかで指定されちゃったのかな、ウイルスって。それは申し訳ない。iPhone だったら見れてます。俺も iPhone だからかな。Android だとダメなのかな。多分ふわっちと被ってるからだろうね。Twitter に後で投稿するよ、じゃあ。AskFM のリンク。みんなツイッターフォローしてるでしょ？俺のツイッターみんなフォローしてるよね。大丈夫だよね。さすがにツイッターはみんなフォローしてると思うんだよな。俺のツイッターフォローしてない人いる？いないでしょ？一応出しとくか。一応ツイッターはこれです。Android だとダメなんだ。不思議だね。まあ、ツイッターフォローしてなかったら和道リスナーですらないと思ってる。ツイッターにあげとくよ。今あげようか。アスク FM。iPhone は大丈夫なんだ。アスク FM 面白いでしょ？普通に。これ結構神サイトだと思うよ。シェアかな。ツイッターで共有。あ、Android だったんだ。ちょっと待って、和道さんはクリスマスケンタ食べますか？あ、全然空気読まなくていいですよ。あのクリスマスにあの鮫島さんの家に彼女と行きます。ケンタッキーは行くかどうか分かんないけど、今ツイッターにあげた。アスク FM ツイッターにあげたよ。多分こっからは普通に行けると思うよ。俺のツイッター飛んで見てみて。バックグラウンドでやってるのがダメ。あ、それはあるよね。だからツイッター後で見ればいいじゃん。それ大丈夫だと思う。あげといたから。なんか質問ある人とか書いてみてよ。なんでも。多分バックグラウンド系だと思うよ。だって普通サイトで音が鳴るっていうことないもん。だからふわっちの方のサイトがエラー出したんだと思う。エラー音出したんだと思う。それ以外考えられない。ツイッターからだったら大丈夫だった。あ、じゃあふわっちだね。ふわっちの方がエラー出したんだ。あとでいいよ。全然全然あとでいい。見るっていうかね、なんか質問を一個ぶつけてもらえたら結構楽しくなってくると思う。これね、質問を見るのも楽しいんだけど、質問をぶつけるのが結構楽しいんだよ。それが結構醍醐味かな。
あ、来た。アスク FM 来たよ、なんか。あ、フォロワー増えた。でもね、これ不思議なのがね、誰がフォローしてるのか見れないんだよ。これアスク FM、あ、フォロワーまた増えた。これ面白いのが、フォロワー、あ、見れたわ。うん。あ、アスク FM もフォローありがとう。うん。見れた。結構これ面白いっすよ。フォローバックしたいんだけど、どうやってやるんだろう。フォロワーどうやって見るのかわかんないんだよな、うん。フォロワー数。だからね、これは匿名性が高いっていうか、本当にね、フォローを重視してなくて、質問を重視してるんだよね。おー、どうもどうも、梅子文茶さんいらっしゃい。あとでなんか質問してみて。なんでもいいよ。まあ、どういうサイトなのか機能を知るっていう感じでいいと思う。アスク FM なんで流行んねんだろうな。マンスリーは何位だろう。マンスリーいくらだろうね。ちょっと見てみようか。あ、マンスリー気使ってなかったわ。ね、マンスリーが31位。マンスリーは31位でした。ありがとうございます。エセアカの2個下だね。うなちゃんマンの4個上。あ、マンスリーでうなと鮫島に勝ったんだ。すげえな。うなと鮫島にマンスリーで勝ってるわ。俺鮫島より稼いだんだ。すげえな、そう考えると。ありがとうございます。確かね、31位だと1000円もらえるのかな。いくらもらえるんだろう。ちょっと見てみるわ。マンスリーもお金もらえるから。お知らせ、運営からのお知らせで来てたな。マンスリー11月のランキングポイントは31位だから1000円もらえますね。1000円稼ぎました。鮫島ふわっち今もやってる。多分トップページで行ったら見れるんじゃないの。今多分ランキング1位鮫島だと思うよ。今月のふわっち、今月はだから今花火3発だから1500円だね。1500円と先月の分が1000円入るから、今の稼ぎが2500円。海外で流行ってるよね。人工肛門つけてる女子女の子やディズニーランドでキャストしてた人のアスク。あー、それ面白いね。はいはいはい。うん。足バキバキにして頑張った。俺今太ももやばいよ。本当にムキムキだよ、太ももだけ。下半身だけ超いい体してんの、今。謎だよ。下半身だけムキムキなの、俺。通帳に入るね。通帳に入る？もう、そうだね。今日今、花火3発だね。うん。花火3発今日。現時点で。で、花火は一発500円だと思って。見せてみん。太ももだからこういう感じ。そう、ジーパンの上からでもわかるでしょ。あ、いてててつった、危ねえ。ごめん、大きい声出して。太ももの上でも発達してんのすごいわかるでしょ。なんか競輪選手みたいな、わかるでしょ。いててて、ちょ、わかる、伝わるでしょ。この太ももの太さ、そう、ムッキムキ感すごい。ここだけ太くて筋肉質はわかる。ジーパンだからわかると思うんだよね。伝わるっしょ。チャリンコじゃなくて、花火一発いただいたら、スクワットするっていうのをやってて、先月から。で、だから18万8000円分、18万8000円、だからいくらだ？ちょっと待って。俺、先月スクワット何回やったか見てみるわ。18万8000円でしょ？18万8000円。18万8000円。あ、ちょっと待って。18万8000円。割る500円は、376回スクワットしたんだ。あ、違う。かける5だ。かける5だから、1880回スクワットしたんだよ。うん。いや、これで合ってる、これで合ってる。カニもそうなんだけど、1880回先月スクワットしたの。
アホでしょ。そりゃ、太もも1800回分。あ、わかった。筋肉が増えたから体重増えたんだ。そう。そうそうそう。はい、あやか行ってらっしゃい。太いよね。ぶら下げてんのは俺障害者なんだけど、すぐ物をなくすのね。え、ぶら下げてる？だから全部チェーンがついてるんですよ。僕の小物は。これが定期入れで、これもチェーンついてるでしょ？子供の鍵っ子と一緒だよ。鍵ぶら下げてんのと。これが、あの小銭入れとか、あの、なんだ、クレジットカードとかカード系。で、これは鍵。だからもうチェーンがジャラ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 ついてて。で、これは、ここについてるのは、携帯灰皿。これタバコ吸うから、あの、タバコ捨てたりしたら良くないから、全部つけてんの。うん。筋肉重いからね。画面はどうだろうね。まあ別に直さなくてもいいかな。うん、パソコン持ってるから。あとは、タバコだね。これをベルトにつけてる。だからもうジャラジャラなのよ。下半身。うん。よいしょ。マナーいいよ、俺結構。結構なんか、悪さするとか、なんか、やから系だと思われてるけど、なんかイメージで。俺オタクだし、結構礼儀正しいってびっくりされるよ。アスク登録してくれた？ありがとう。ただね、アスク FM フォローバックの仕方がわかんないんだよね。どうやってやんだろう。アスク FM はフォローバックのしか、フォローバックっていう概念がないのかもしれない。フォローが表示されないんだよ。あなたのフォロワーが何人いますよみたいなのが、数字だけしか出ないの。うん。だからちょっとごめん、アスク FM はフォローバックはできないわ。ただ質問は全部返すから。なんて障害？うんとね、アスペルガー症候群、ADHD っていうのが一時障害ってやつ。要は治らない病気。メインになってる病気で、要は、注意欠陥多動性障害と自閉症なんですよ。で、それで、まあ、最近出てないけど、躁うつ病と、統合失調症とかが出てるって感じ。ハートプレゼントありがとう、のんさん。アニメ好きなんですか？進撃どうですか？進撃好きですよ。まあ、アニメ版よりも、アニメも全部見たけど、俺はコミックが好きでしたね。アニメよりも、俺は、コミックの方が好き、漫画版の方が好きだったけど。生まれつきの病気だね。そう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 。生まれて持った血管みたいな感じかもしれない。脳の病気なんだけど。うん。発達障害って言われてるジャンルだね。発達障害。うん。要は、その、本来普通の人だったら、発達して大人になって育つべき一部の部分、脳みその一部の部分が発達しなかったっていう。昔は性格異常とか言われてたり、気違いって言われてた病気だね。最近そのアメリカの影響で、その精神医学がどんどん入ってきてね。ワドは優しいから攻撃性備われば配信もっといけるぜ。俺ね、攻撃性っていうか、人のことを攻撃する人嫌いなんだよ。なんか子供の頃から言われてたのが、本当に優しすぎるって言われてて、で、空手とか習わされたりとかしたんだけど、なんだろうな、人を傷つけるのがあんまり好きじゃないんだよね。うん。栗原類と一緒。栗原類がわかんねえな。ね、面白いよね。うん、また来て、梅子文茶、みーくん。ありがとね。フォローしてね。転換もそうだね。転換も精神障害だね。うん。でも俺、転換は身体障害の方に区分するのが普通だと思うんだよね。薬はね、3種類かな。3種類。うん。うん、まあ、薬ケース。これ、100均で買った薬ケースなんだけど、これがまあ、睡眠薬とかだね。ハルシオン、うん。ハルシオンって言ったら聞いたことあると思うけど、こういう、眠剤。青い薬ね。うん、うん、また来てね。ありがとう、うん。また来て。いつもありがとね。やっぱ配信してる時が、俺ね、薬苦手だから最小限に抑えてくださいって言ってんの。だからエビリファイっていう薬なんだけど、それ、もうそれ以外飲みたくないって言って。自分に対して、他人に対してだね。うん。自分に対して甘いのは嫌いだね。俺は結構自分を追い込むのが好き。
自分に対してはね、もうド M だから、バン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 追い込み癖があるね。他人に対して、要は、力っていうのは他人を助けるためとか、自分が守りたいものとか、自分より弱いものを守るためにつけるもんだって教わってんのよ。親父がさ、ほら、やっぱ格闘家だったから、もう徹底教育されてるから。そう。武力っていうのは自分より強いものに挑むためとか、自分の弱いものを助けるために使うものだから、自分より弱いものに対して振るのが暴力って言って、だから暴力は絶対振るうなって言って、うん、クリーチャーって言って俺たちリスナー攻撃してたじゃん、ワドツ。俺はだから暴力使う人には暴力使いますよ。うん、目には目を、歯には歯をですよ。ただ自衛しかしないけどね。うん、朝1錠、夜2錠か。はい、ドブチはどつ。ドブチ、初コメかな？もしよかったらフォローしてってね。うん、いらっしゃい。うん、世の中汚い世界だぜ。それ汚い世界に生きてたら汚く見えるんだよ。で、綺麗だっていう人もいるから。俺は、だからなるべく自分の周りにいる人はキラキラした人とか、優しい人たちと関わるようにしてる。薬飲めば飲むほどハマる気がするから嫌いだぜ。そうだね。やっぱ依存はしちゃうよね。10年後のビジョンっていうか、もう一生涯のビジョンはあるかな。10年後とか区切りはつけてない。タイム制限つけるのは嫌いで、150個やりたいこと書き出してるんですよ。で、みんなにシェアしてるのは3つしかない。うん。最近2つ消えたね。夢が。うん。あ、してるんだ、フォロー。ドブチありがとう。エビリファイは糖質と躁鬱だね。実はね、エビリファイ糖質だけじゃなくて、ドーパミンの制御をする薬なんだよ。あ、ブルさん花火ありがとう。ちょ、エビリファイの説明後でします。一回、また鍛えてるぜ。二回、三回、四回。5回。ブルさん、いつもありがとうございます。今月もよろしくお願いします。エビリファイは、なんで統合失調症に出されるかっていうのは、実は、統合失調症になぜなるのかっていうと、脳内麻薬が過剰に出てるから、要はだから、その、薬中の人と同じように幻覚が見えたり、幻聴が聞こえてるんだよ。デパスも、統合失調症の薬かな。で、ちょっと聞き方が違うんだよ。で、俺デパスもともと飲んでて合わなかったの。喉がやたら乾いたりとかいろんな症状が出るんだけど、余計悪くなったりする時もあるのね。要は、ムラが激しくなるっていうのかな。エビリファイ飲んでから落ち着いたね。そう。うん。そうそう、ドーパミンを、要は出すぎてる人、要はうつ病っていうのはドーパミンが出ないから、うつになるのね。だから、うつ病にも効くし、躁状態っていうのはドーパミンが出すぎてるからなるから、それを抑える。要は、調整する作用があるの、エビリファイは。だから、躁うつ病、統合失調症、精神系に全般的に効く特効薬として最近出てきた薬だね。ただまあ、副作用が少ないっていう風には言われてるんだけど、まだデータが取れてないから、後々なんかすごい副作用とか出る可能性はあると思ってる。最新出てきた新薬です。そう、ドーパミンを出すと他の部分が狂ったりとかがよくあったんだよ、昔の薬は。副作用がきつすぎたりしたんだよね。ドーパミン出てる時にコントロールは難しいの。難しい。ドーパミン出すっていうことは結構トレーニングでできるんだけど、ドーパミン抑えるのは難しい。うん、俺はね、出す方はできるの。要は、喋りが乗っかってくるとか、運動をするとかで過剰に出るから、要はボディーランゲージを多くしたりとか、過集中っていう、特技でもあるし、不具合でもあるんだけど、集中力がズバ抜けてるんですよ、人よりも。で、それに気づかないでオーバーワークしちゃうとかがよくあるのね。だから、集中力、人よりも作業早いし、仕事を覚えるのがめちゃめちゃ早いし、のめり込む性格なんだけど、周りが見えなくなるっていうのはそういうことなんだよね。大爆笑してるから釣られて笑った。うん。僕は、前に1年ぐらいデパスと、パクシルね。はい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 。パクシルは飲んだことないな、俺は。
トンプクで、なんだっけ。トンプクで飲んでるのはなんだっけな。名前忘れちゃったわ。うん、でも、薬は結局麻薬だから。うん、薬は、精神薬は麻薬と全く一緒だからさ。ギター持ってきた。嘘。どこいんの今。どこいんの、うん、どこいんの、のんた。なんか才能じゃん、出すぎるのも抑えるのはもったいない気がするよ。でもその反動で鬱になるから、要はドーパミンが切れた時の反動がすごいの。あ、本当に、あ、もしよかったらじゃあ貸して、のんたん。あ、よかったよかった、ギターなんとかなったわ、ありがとう。弦張ってある？あ、持ってきて持ってきて、うん、持ってきて。うん、おいえ、ハッチさん、フォローありがとう。あ、フォローじゃねえ、花火ありがとう。一回、二回、三回、四回、五回、ありがとうございます。いいね。反動っていうか、だから鬱になると本当に、なんだろうな、ずっと自己否定をしてる感じなんだよ。もう、例えばみんなにイメージしてもらいたいのが、黒歴史ってあるでしょ。なんか、ファッと、ふとしたとこをこう物吹けてるときに、黒歴史が自分のこと責めてくるときあるでしょ。わかる？もう、ああ、なんで俺あんなことしたんだろうみたいな、もうサブイボが立ちまくって、もう恥ずかしいみたいな、もうなんか頭に引っかかる感じってわかる？あるでしょ。あれがずーっと100倍くらいになってずっと追い詰めてる感じ。頭おかしくなるのわかるでしょ。そうするともう怖くなって、ノックの音とか足音とかが怖くなってくの、だんだん。で、もう部屋から出られないし、あるでしょ。そう、セロトニンもそう。セロトニンは多幸感だから。セロトニン不足、ドーパミン。ドーパミンはその、まあ、なんつうの、こう、ふわーってなる感じの高揚感みたいなのに近くて。セロトニンっていうのは多幸感、幸せ感とか安らぎとかなの。初見さんいらっしゃい、あゆみちゃん。コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。和道と言います。よろしくです。それが100倍とかもう何倍にもなってずーっと絶え間なく襲ってきて、だから死にたくなるっていうのはそういうことなのよ。もう自己否定がずーっと続くの。そう。それは周期って深さとか、そう、俺は100倍って言ったけど、それが2倍の人もいれば3倍の人もいるし、1万倍の人もいるし、逆にうつ病で死んじゃう人もいるわけだ。だからもうずーっともう自分を責め、脳が自分を責めてて、怖くなっていくっていう、もう人間不信で疑心暗鬼になっていくっていう。今、うつ病の話してますね。うつ病とか脳内麻薬の話かな。あと、そのお薬の効用みたいな。おー、クワットいらっしゃい。セロトニンはね、大豆って言われてるね。うん。でもね、日本人ってもともとセロトニンの分泌量が少ない民族なの。だからネガティブだって言われてるの。民族的にセロトニンを作るのが苦手な国民性なの。だから日本人が好きな麻薬ってアッパー系が多いのよ。覚醒剤とか好きでしょ。覚醒剤がなんで流行るのかっていうのは、セロトニンが足りないからアッパー系入れてうわーいってなるのが好きなのよ。だからお祭りとかもそうじゃん。わっしょいわっしょいやってるテンション上がるでしょ。祭りが好きなのもそれ国民性って言われてる。そう、セロトニンは大豆がいいっていう、イソフラボンが大事だって言われてるね。だから大豆をもっと取らないと、大豆をよく食べてたから、大豆を食べなくなったからセロトニン減ったんじゃないかとか、いろんな説があるんだけど、一応関係してるのは、その、イソフラボンっていうのが効いてるんじゃないかって言われてる。今。ただ俺医者でもないし、あれだからみんな調べてね、自分で。ワード間違ってたよっていうのいっぱいあるから。うん、専門家ではないから。一応体験としてね。うん。だから、俺は前から言って特殊能力なんだけど、座禅をやってるから、あ、そうそう、アルコールもアッパー系ドラッグなんだよ、実は。そう。風船ありがとう、サイバーバさん。俺は脳内麻薬と栄転神経が動くの分かるのよ。
これ特徴で脳のどの部分が発火してるのか体感でわかるの、俺。イメージができるの。脳のここが動いてるとか言うんだけど、今ここが熱くなってるのね。特に左側のここが熱くなってるの。多分言語や俺ここにあるんじゃないの、わかんないけど。うん。豆乳飲む。あ、俺と一緒、俺と一緒。俺も ASD、ADHD だから。全く一緒。珍しいタイプだよね。そう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 。全く一緒。本当はどっちかなんだよね。アスペルガーか、要は自閉症スペクトラムか、ADHD どっちかしか持ってないのが普通なんだけど、俺も全く一緒。だから結構珍しいタイプだよ、あゆみさん。写真送ったけど使えるやつか。OK。うん。認知行動療法って聞きますか？わかんないな。それ医者じゃないからな。うん。あ、いいね、いいね、いいね。あー、いい。え？これアリアじゃん？違うかな？え？これメーカーアリアじゃない？これ俺が全く持ってたのと一緒なんだけど。違うかな？俺が持ってたギター超懐かしい。俺この色の、生まれて初めて買ったギター、これ、この色と全く一緒だったの。オッケーオッケー、使える使える。使える使える。全然いい感じ。バッチリバッチリ。使える使える。アリアかな、これ。うん。全然いける。サンキュー。ギター問題解決しました。助かった。IQ74、 知的障害だね。75切ったら知的障害だから、手帳必ず申請される。一昔前の高機能自閉と ADHD 注意欠陥優勢です。和藤さん同じで超嬉しい。うん。俺もね、俺も実は ADHD の方が強いの。で、俺は IQ81 だね。うん。ただね、言語性 IQ 高いから、あんまりそういう風に見られないんだけど。っていうか、ツイッターのフォローすげえな。やばいんだけど。Facebook と Instagram のフォローが止まらないんだけど。みんなありがとうね。もし、Facebook やってる人、Instagram やってる人いたら気軽にフォローしてください。フォローバックするんで。よろしく。あ、アリアじゃないかな。OK、ノンタンバッチリバッチリ。弦の感じもいい感じだ。多分ね、あゆみちゃんね、75以下は知的障害も入ってるから軽い。知的障害で手帳もらえるよ。うん。身体だけじゃなくて。見えないでしょ？そう。だけど、すごいできないことがすごい多いの。IQ テスト、ウェイス3の結果だったらここにあるけど。あのね、できる得意な部分と不得意な部分がすごい激しいの。これが IQ テスト。俺の IQ テストの、その、要は俺がアスペだっていう診断書なんだけど、ここが平均値なのね。ここが平均値なんだけど、普通の人はまっすぐになるの。だから、この項目別に IQ が100が平均だから平均値ばーって。だからちょっとギザギザギザぐらいにはなるんだけど、できないところとできるところが多すぎるんだよ。極端でしょ、すごい。だから人の話を全く理解できないっていうのと、得意な部分、要は空間把握能力みたいなのが高いっていう。それどこでできますか？これは東京大学か、駒沢大学か、慶応大学病院かな。確かこの3つでしかできないはず。うん。精神科の先生に、ウェイス3のテストを受けたいとか、アスペルガーの診断をしたいって言えばわかる。うん。だから簡単に言うと、学校の頃で言ったら、英語が全く30点とかだった。赤点とかだったの。でも俺数学全く勉強してないのに98点とかだったのよ。だから、学校でトップレベルに頭いいやつと数学だけ張り合ってたの。だけど英語は、その、何？ 30 点とかしか取れなくて。ほぼ真横。処理速度だけ高い。あ、そうなんだ。え、IQ、ほぼ真横で70こうか。うん。で、なんて言えばいいのかな。だから今考えると、言語能力の理解能力がないわけじゃん。極端に低いわけじゃん。だから、さらにそれが英語になってるから、なおさらわけがわかんないから、言語がわかんないっていう。
多分そういう意味だと思う、俺は。英語の点数が低かった。ただ、図形とか計算処理能力はめっちゃ高いから、その、なんつうの、勉強しなくても、もう普通に暗算でバーって解けちゃうみたいな。だからこれが極端な例になるとサバン症候群みたいになってくるのと思うよ。なるほどね。まあでも全然俺はほら障害者の人が一般的に活躍できる社会の方が俺はいいっていうのが持論だから、あの障害者の方で困ってる人とかいたら全然相談して、なんかこう一緒に頑張っていこうよ。障害、あのみんな知らないかもしんないけど、俺今日ブログ書いたんだけど、アシカくんのページで、あの障害者手帳、精神障害者手帳ってさ、どれくらいの割合で発行されてるか知ってる？何百人に一人だと思います？精神障害者手帳何百人に一人だと思う？予想で。算数はできないけど数学はできました。理論上ありえないでしょ、それは。数学の基礎ができてなくて算数ができなくて数学ができるって結構ありえないと思うけど、数学って知識の母体の積み重ねだから、あの算数ができなくて数学ができるっていうのは違くて、若い頃苦手だったけど年を取って得意になったっていう言い方が、あの正しいと思う。あ、遺伝だからね。でもね、女の人のアスペって珍しいんだよ。アスペって男の人がほとんどなる病気だから、多分ね、女の人の事例って1万人に1人とかだよ。すごい珍しいタイプだと思う。たまにいるけどね、女の人の発達障害。 ADHD とかアスペはね、男性が圧倒的なの。そう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 。だから単純に頭が賢くなったパターンだね。アスペじゃないの？ ASD ってアスペじゃん。え、 ASD ってアスペのことだよ。うん、あゆみちゃん多分 ASD ってアスペだよ。あのね、そうそうそう、精神障害ってイケメンが多いっていうよりもね、あのなんていうのかな、濃い顔をしてるよね。あとね、目がキラキラしてるからだと思う。精神障害の人って子供っぽいところあるから、なんかね、目がキラキラした人多いんだよ。高次機能自、あ、そっかそっか、要は自閉症スペクトラムだけど高機能自傷なんか、はいはいはい、それはすまん、うん、そういうことか。そう、今すごいあのメンヘラの濃い話してるから、多分一般の人何言ってるか分かんないと思うけど、アスペルガーではないね。俺はアスペだから。まあ ASD のね、区分的には。ラオさんこんばんは、コメントありがとう。面白かったらフォローしてね。言語の遅れもある自閉、普通ね、自閉の人は言語に遅れがあるのが普通、通常のパターンで多いパターンだよね、うん、言語の遅れは普通出るはずなんだよ。俺は読解能力の方に出ちゃったから、それ困るんだよね。だから普通の人だと思われるんだよ。だから普通にレベルの高い話とかされると何言ってるか全然わかんないみたいな。興味のある関心のあるジャンルしかわからないんだよね。だからもう俺のリスナーで長い人は知ってるけど、俺の話って実はループがすごい多いんだよ。すっごいループの話が多くて、持ちネタみたいなのがすごい、なんつうの、何個もあるんだけど、だいたい半年ぐらいで一周しちゃうんだよ。うつは治る。うん。うつは治せることはできる。うん。まあ、治し方が重要なんだけど。うつは治るよ。アスペは言語の遅れないですもんね。ないね。うん。むしろ、結構喋る人も多いよね、アスペは。喋りがずっと喋ってるうざいタイプも結構いるよ。だから俺どちらかっていうとそういうタイプだと思うよ。うん。やかましいっていうタイプ。あ、ヒカルンフォローありがとう。新しいフォロワーさん紹介します。ヒカルンさんフォローありがとうございます。これからもよろしく。どうやったら治る？やっぱりだからそのセロトニンが足りないとかドーパミンの足りないとか薬の療法もあるし、あとまあ運動療法もいいって言われてるよね。そう、運動したら治るってわけじゃなくて、運動をすることによって改善がやっぱり出る。なんでかっていうと、運動するとやっぱセロトニン、ドーパミンって出るの。それは人体としてそうなってるから。だから定期的な運動、まあ、例えばウォーキングであったりとか散歩をするとか、それ1日30分とかやってる人多いよ。うちの会社の先輩もやっぱ1日30分とかウォーキングしてるね。言語がちょっと、困ります。ASD と ADHD は治らないって言われてるね。要は、
あの、イメージしたら脳のある一部分が機能してない。要は、腐ってるようなもんだから、腐ってるっていうか発達してないわけだから。だから、自分の取扱説明書をいかに作るか。要は、周りの人に、この部分が私は持ってないんですよって伝えること。あと、自分が持ってないっていう部分を書き出して把握すること。だから、そう、得意な部分も絶対あるから。絶対あるから。あの、得意な部分で他の人を助けてもらうっていうのを、グループがうまくハマったりすると、アスペっていうのは優秀な人材になったりするから。あ、水泳とかも、あの、いいね、運動で。双極性は俺、よくわかんないわ。多分ね、ノンタンがね、双極性なんだよね。うん。俗に言うボーダーってやつだね。はい、インスタグラムフォローありがとう。脳みそ見てみたいよね。うん、お、また新しいフォロワーさん。インスタグラムフォローありがとうございます。どんどん増えていくな。はい、あ、これカニパンか。これカニパンのインスタか。ありがとう。サンキュー。フォローバックします。カニパンね。はいはい。はい、オッケー。フォローバックしました。まあまあ、後で、なんか質問があったりとか悩みがある人は、AskFM でも使って相談してみてください。うん。何でも質問してくださいってツイッターに書いたから、そこログインすると匿名で俺に質問することできるからさ。うん。匿名だったら何書いても大丈夫だから、うん、みんなに見られても平気だから。っていうか今日昼飯にさ、そばうまいところ連れてってもらってさ、そば食いましょうっていう言って、そう、会社の先輩で男の人がいるんだけど、その人と一緒にそば食ってきたんだけど、めちゃめちゃうまかった。インスタ、インスタ今リンク貼るよ。じゃあちょっと待って、よいしょ。インスタグラムこれです。Facebook もフォローしたい人いたらフォローバックするんで、友達申請してください。Facebook も。これが Facebook です、うん。ボーダーは双極ではない。え、ボーダーって双極じゃないの？あ、また Facebook 増えてるわ。ありがとうね、みんな Facebook。あ、結構来てたわ。今、友達リクエスト返すんで。ありがとう。俺はあれ、作業所。A 型作業所。作業所って言ったらわかるでしょ。障害持ってる人だったらわかると思うんだけど、あの、就労継続支援ですね。就労継続支援でアニメーションとか作ってますよ。あとサイト運営とかやってます、うん、あ、まあ軽作業もやるけど、うん、なんかみんなのポストに入るね、あのような詰め物とかやってる境界性人格障害がボーダーか。ありがとう、ありがとう、バツニさん。そうだそうだ、双極性は違うのか。はい、ということで、皆さんありがとうございました。今後とも頑張っていくのでよろしくお願いします。最後にですね、この枠でフォローしてくれた新しいフォロワーさんを紹介します。あゆみちゃんフォローありがとう。ひかるんフォローありがとう。ロコさんフォローありがとう。チワワタンフォローありがとう。チッシュさんフォローありがとう。サラコさんフォローありがとう。コヌコロさんフォローありがとう。レモンさんフォローありがとう。ミックンさんフォローありがとう。新しいフォロワーさんです。今月も頑張っていくんでよろしくお願いします。よろしく。この枠で稼いだのは2500円ですね。ちょっと足りないな、どうしよう。やばいな、ちょっと足りないな、どうしよう。一旦枠は閉じます。一旦枠は閉じます。やべえな、1日1万稼がないといけないから。風船ありがとう、ありがとね。 Twitter もフォローしてください。 YouTube も登録してください。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。